ソンテウソンテウの客席ソンテウ、ソンテウとはタイで広く普及している小型トラックの荷台を改造して旅客用とした乗り物である。乗り合いバスまたは乗り合いタクシーに相当する。また一般のタクシーのような利用が可能な地域もある。タイ国外にも同様のものがある。バンコクを除くほとんどの都市とその周辺の農村地帯で運行されている。ソンテウとはタイ語で 二列を意味する。これは、ソンテウの客席がトラックの荷台部分に向かい合わせで配置されており、二列になっているためである。ソンテウの運行形式は主に2種類あり、路線バスのように決められたルートを運行するものと、タクシーのように客の指示する目的地に向かうものとがある。バス式ソンテウは主に地方都市とその周辺の農村部を結ぶ役割を果たしており、全国に 路線網が張り巡らされている。タクシー式ソンテウは、遅延前やハートやイなど、一定の規模を持つ地方都市に見られ、市内の移動に利用されている。いずれも、一般庶民の最も日常的な交通手段として、使われており、運賃も安価である。まず、通りを流しているソンテウに手で合図をして止める。タイでは、相手の頭より高く手を上げるのは、無礼な行為であるため、 真横に突き出すのが普通である。ソンテウが停止したら、運転席に駆け寄り運転手に行き先を告げる。運転手の行きたい方向に合致していれば、交渉成立となる。地元の人間はそのまま乗車するが、観光客の場合は乗車する前に、運賃の交渉をした方が良い。目的地に着いたら、降車し、運転手に運賃を支払う。運賃は運転手と交渉して決める。 市街地内の移動であれば、約10バーツ、数キロメートル離れた場所であっても20バーツ未満が相場である。また複数人での乗車の場合には、さらに割引されることもある。ソンテウによっては、どんなに遠くても10バーツのステッカーを貼っていることも、あるが、外国人観光客がタイ語を読めないことに乗じて、高額の運賃を吹っかけてくる場合もあり、注意が必要である。ただし、 多少通常料金よりも高くなったとしても、トゥクトゥクなどの観光客向けの交通機関を利用する、場合より安価で済むことがほとんどである。ラオスで、バスとして利用されるロット・ドイ・サーン。ボーリカム・サイ・ケン、パークさんにて、ベトナム、ホーチミン市で見られるソンテウ形式の路線バスラオスでは、主に都市近郊用バスとして使われており、都市間を結ぶ大型のものは、ロット・ドイ・サーンと呼ぶ。 また、ベトナムでも、路線バスの一部に、ソンテウと同様の車体を利用したものがある。地球の歩き方 D17 対、ダイヤモンドビッグ車。P505、ISBN978 から4から478042304地球の歩き方 D23 直す。ダイヤモンドビッグ車。 P505 ISBN 978から4から478043547ありがとうございます。